はい、ここがおそらく東向井商店街でしょう。おお、なんだ今のことか。ほら、着物が、写真館でもある。いやー、これ撮られんな。これが一番の繁華街でございます。ここにも朝やか朝。おお、ほらほらこれ、これこれ。これダイソーじゃん。これダイソーはちょっと似合わんだ。これこの通りには。時代という時代か知らんけどね、ちょっと似合わんな。こういうことね。一切ごめんなさい。はい。こんなんじゃない。この前ね、この辺で呼び込まされたんやけど、どこやったかね。2時か3時ぐらいやったよ。ここ境内からだよね。どこやったかな。あれ、もうこの辺やったんやね、この呼び込みでね。だから、これから柿並みやったから、こういうはい、こっちの近鉄の乗り物でございます。これはね、この人誰やったっけ。鑑真さん最初は、ほら何て言ったのか。近鉄の乗り物でございます。三条通りまでちょっと降りてみたいんやけどね、三条通りまで。近鉄の駅中は日本人ばかりだ、ほとんど。ほんまに日本人ばかりだ。ここ左行かねえかね。もうセブン銀行のとこあるんだ。ここ左行って三条通り行けないかね。お、行ける行ける、あそこ抜けるよ。何時通りですか、これ。なんか何通りと書いてないけど。なら、小西通りだよ。はい、奈良の小西通りで行きましょう。おお、なかなかいいよ。ここはアーケードになってないんやけどね。東向かいから一本西側の通りでございますね。結構人通り多いんですよ、これ。
そう。一番面白かったね。あれは小林さん。文房具屋さん。文房具屋さん、何で文房具屋さん。分からん。オイスキング。あ、知らんね。あの昔ちょっとね、文具屋、文具の業界にいたんでね。昔ね。だからすぐ見てみたら、あの分かるかな、分からんよね。この辺何やったかな、中条さんやったかな。何ホテルで何かやってんのこれ。なんかホテル売ってんのよ。三田さんちゃんやろこれ。田中道。おお、はい、ホテルで何かやってんのよ。おお、桃ジュース。丸ごと桃ジュース150円。おうおうおう、これずっと歩いてたら東商店街に出るんやろうけどね。今私たちにできることは、商店街に来られるお客様を笑顔にすることです。はいはい、桜通り商店街の活気を取り戻す。はい、桜通り商店街、桜通り商店街だった。小西商店街なかったっけ。ちょっとちんぷんかんぷんだわ。おお、店もある。メンデーでもあんねん、ほら。子供のさん。普段こういうとこ来ないね、なかなか歩けないね。なんと銀行さんもあんの、こんなところに。裏川区や。サンドラ君は、よーけど、普通さんまだだらけないよかい。はい、三条通りですよね、そこね。おー、杉戸銀行もある。これ、ど真ん中や、やっぱり。奈良のど真ん中でございます。上上がるときはバスで上がるか。だいぶ遅なって、やっぱりここでしょうな。歩行者用道路やで、ここ。ここ三条通りじゃなかったっけ。そうそう、三条通りです。一個ずつ。はい、ちょっと待ってください。そしたらホテル藤田とか、もうちょっと先か。あれは、あの信号渡ってからやな。はい。その前で、その前に。食堂がよく苦戦されてますね、これね、見たらね。はい、ご覧ちゃうか、ぜひご覧ちゃうか。JR か、そうだね。ああ、持ってきないね、あれを。大浴場はここや。こっから行ったら、立って行ったらもう藤田さんや。こんなことするやろ。
Thank you.